はい、どうも、マイトガインでーす。今日、うちのレイアウトを豪華にしてくれる一品は、すでに画面に映ってるこいつだ！加藤ユニトラック N ゲージ製品番号20027踏切線路シャープ2124mm だ！お手軽に単線踏切が楽しめるぞ！というのも、あのバカ高いね、音声認識、自動のやつとはかけ離れておりますが、Amazon で900円くらいで買いました。音なんちゅうのは、遮断機なんちゅうのは飾りない。音はアプリで鳴らせばそれでいい。というわけで組み上げたものが、はい、こちら。この下の土台が3分割に分かれてて、この上に刺さっている小物たち。こいつらがベッドで入っていたんだよね。いやーすごいね、このリアル。さあ、どこに組み込もうかな。ルンルルーン。それでは早速組み込んでいきたいと思います。はい、というわけで、うちの駅近くに踏切を組み込んでみました。こうすることによってね、ここのトミカさんたちが渡れるんですね。で、あそこに木を設置した駅。で、ここ踏切。というわけで早速走らせてみよう。レッツゴー。よーし、それでは初めて踏切を渡る役目を、この扇風ジェストを所有で初めて来た DF200 レッドベア殿にやってもらいたいと思うよ。それでは発進。まあまあ、DD51 のね、汽笛で済まない。DF200 のは持っていないんだ。というか、発進！よっしゃ、じゃあおまけはおまけ、新幹線バージョンも行くよ。まあ3両と短いからちょっと勘弁はしてねって感じだけどね。